悪魔だ。悪魔がこっちを見ている。悪魔がこっちを見ている。スーパーマグネチックニューニューのもう何回目かわからん。3の2やっていく。どうもアザラシです。言わなくてもいいよ、もう俺の名前は。ただ目の前にスーパーマグネチックニューニューが広がっている。自分の存在も限りなく無に近くて、ただスーパーマグネチックニューニューという世界が、スーパーマグネチックニューニューという現実が、ただあるだけ、あるだけなんだ。やめたいって思うじゃん。動画もう時間来たから。でもさ、次のパートに行ったってさ、別にやめようってことにはならんよ。だって覚えたことをもう明日になったら忘れてるかもしれないもの。だからできる限りそのステージはその日のうちに取らないと。もう一回やり直したっていい結果にはならねえよ。次の日に問題を次の日に先落としくしたってさ、やっぱ今日はできても明日は、今日は途中までできても明日まだ途中まで行く時間かかっちゃうじゃん。だから今日やるしかないんだと思うんだけど、でももうやめた方がいいかもしれんなという自分の中でそういう思いもある。だんだん手が動かなくなってきて、頭もだんだん鈍ってきて、思考がぼんやりしてきて、もうマグネチック入乳はやめた方がいいんじゃないかなって自分の中でも思うんだけど、でもそれも微妙なところで。せめぎ合ってるね。迷いがあるままこの入乳を動かしている。別の日にした方がいいのかな。でもここまで覚えたものが全部チャラになっちゃう。手の動きとか、ミューニーの動きとかが、次の日になっ、もしかしたら1週間後とか、もうやんないかもしれない。ここでやめたらもう、そういう怖さもあるな。もう、ここでやめたらもう、ずっと、スーパーマグネチックニューニューを、ドリームキャストのディスクにセットすることはないかもしれん。これをクリアするという経験がなければ。ここでクリアしなければもう二度と開くことはないかもしれんと、それぐらいの思いですね。もうギリギリですね。つらい。ゲームでさ、いろんなものをさ、疑似体験できるじゃん。例えばそれは恋愛だったり、成功体験だったりさ、ロボットを動かしてみたり、戦車を動かしてみたり、街の中を歩いてみたり、空飛んでみたり、海の中を泳いでみたり、まあ、それ多分大体楽しいことなんだよ。辛いこともさ、現実では味わえないような辛い体験も、まあそれはもしかしたらバイオハザードとかもそうなのかもしれんけど、それに近いものがあるよねっていう、なんだろう、哲学めいたものも少し考えてしまうな、ニューニューには。哲学じゃないかもしれん。こういう体験ができていることもありがたいなと思わなくちゃいけないのかもしれないですね。ただ俺は喋っていこう。ただ、喋りこそが全て。喋ってる間の自分はやっぱりこの、価値がある。動画を埋める価値がある。ゲームだけじゃないから。実況プレイ動画っていうのは喋りも含めても面白さだからさ。だからその喋んなかったらダメなんだよ。スーパープレイとか面白プレイとかそれはいくらでもあるし、それは別に喋んなくてもできるけど、喋ってるっていうのはこの何もない隙間を埋めるための喋りだから。だから喋ってない自分はもうこれをもうしてはいけない人間なんだ。喋ってるから許されてる。喋ってるからニューニューをやれている。喋ってない人はもうニューニューはできないよ。あとはもうカットで面白いシーンを。かかってこいニューニュー、相手をしてやる。もはや何も語るまい。
もはや何も語れない。ただニューニューをこのステージをクリアするだけだ。だ難しいとかじゃない、難しいんだけどさ、なんかその攻略って感じじゃないんだよな。ただなんかなんだろう、丁寧に言ってないわけじゃないんだけどな、自分の中で丁寧さ、丁寧さかな、一つ丁寧に行くっていうことなんかな。スピード感を重視してる部分あるな、ちょっと。あんのかな、自分の中でスピード感なんてものが重視されてんのかな。でもやればやるだけちょっとずつは覚えてきてるんだよ、こういうタイミングとかさ。でもこれで落ちちゃうでしょ。もう何が何やらもう分からんな。一つ覚えては一つ忘れてるみたいな、一つのタイミングを取ったらその別のタイミングでもう殺されてるみたいな感じだな。こうなんてうまいもんよ。だからこれ絶対失敗しないもん、ほら絶対失敗しなくなってるもん。でも今度は逆に別のところでなんかミスが出て、ほころびが出て死んじゃったりするわけでしょ。もう何も分からん、何も信じられないよね。ほらほら、あなたも死ぬとこじゃないもん。一つなんか穴を埋めたらまた別のところに穴が開いて、それで死んじゃってるもんな。ネズミのタイミングもなんか分かんなくなっちゃってるし、なんか毎回違わないか、ネズミのタイミング。もうこれも落ちないよ、ほら絶対落ちないもん。でもまた別のところで落ちて死んじゃう。もうやめるか、ニューニュー。本当に別の日にするか。このパートがもしもクリアできなかったら別の日にします。日を改めます。もしかしたら1週間ぐらいかもしれない、取るまでに。1週間どこじゃないな、下手したら2週間3週間、1ヶ月、1年ぐらいかかるかもしれない。この精神的トラウマを克服することができるようになるの。それほどの大きな今心にダメージを負ってる。これがクリアできないということがなんか非常に重くのしかかってるな、自分に今ガツンとこう重くのしかかってるな。なんでクリアできないんだろう。雑になってんのかな、雑っていうか。タイミングだな、タイミングですね。ネズミさん、そのタイミングじゃいつ倒れたっても飛べないよ俺は。うまくなったもんよ。そしてここで失敗するもんな。
あ、やるぞ。なめんなよ俺を、もうこれ以上俺をなめんなよ。これ以上もう、これ以上もう、これ以上もう許さん、もうもう許さん、絶対クリアだ、絶対クリアだ、クリアしてやる、目にもの見せてやるよ。これ以上はもう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 ブチ切れだから、ブチ切れてるから、もうこれ以上はもう許さんよ本当に。ニューニューはニューニュー許さん、許さねえ、絶対に許さん。俺を舐めるのもいい加減にしろよニューニュー、これ以上はもうもう危険だから。怒りで冷静になれ。流派東方腐敗は王者の風よ、天波強、あれ どうでしょうね、これはこれはどうなんでしょうね。いやー、一番苦手なのをいろいろ組み合わせてくれてますね。どうなのかな、それは、それはどうなのかな。制作者さんサイドに言いたいわ。どうなのかな、もうこれはこっちでちょっとこちらでちょっともうある程度審査をした方がいいんじゃないかな。氷が見えた時点で多少鳥肌が立つというか、多少もう、あ、これ無理なんじゃないかなっていう自分の中で、コンセントレーション、コンセントレート、思った以上に難しい レギュレーション違反、卑怯だろこれはもうこんだけ難しいの並べて最後に氷とか、その人のすることじゃないよ、人のしていいことじゃない。人のしていいことじゃない、はあ、鬼だ。少し前になんか喋ってるから喋ってるからいいんだみたいなの言ってなかった？もう喋る気力もないんだけど、もう全然喋る気力ないよ。喋ってるからなんかこの動画として成り立つみたいなこと言ってなかったっけ？もう喋れないよこんなの、喋られないですわ。ローローサンダーロー、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 僕の果てサンダーロー、あなたとあなたの彼方サンダーロー、そうなんだろう。
おっさんだろう、他に道はないだろう、おっさんだろう、ロウロウサンダーロウと三脚を立ててここに二人並んだ写真を撮ろう、眺めより景色より、おお、なんで今変わったの。二人並んだ写真を撮ろう、手に手をほら手を、ずいぶん走りが長いね。分かってくれ今、分からせてくれ今夜、このタイミングまずいよ。ロウ、あ、マッチ、歌を歌ったってもうダメだ。アンパンマンマーチとかの方がいいかな。なんか難しい、小難しい歌よりも。ジーガンダムじゃねえけどさ、怒ったら強くなるってわけじゃないんだな、人間は。俺がガンダムファイターならもう相当強くなってるはずなんだが、怒りがなんか怒りが高まりすぎてさ、なんか心が静かになって明鏡止水みたいな、スーパーモードを超えて明鏡止水みたいな、そういうことってないんだな人間な。怒れば怒るほど心の冷静さはなくなっていって、だんだんと遠のいていく、ゴールから。これが最後のニューニューだ。これが、この木が最後のニューニュー。これ以上はいけない。ただ、このニューニューは慎重に行く。ただ慎重に行く。焦りがあった。焦りが失敗を呼んでいた。いや、焦りが失敗じゃないな。もうその、すべてにおいて自分の何もかもが、ニューニューに及んでなかった。それはやっぱり、心の問題もあるけど、技術的な問題でもやっぱり、まだまだ、これだけ数を重ねてきて、やっと到達した今の最高地点の自分が、心に波風立てずに、そして、ニューニューやっていく。これはもう、最高の条件が揃ってる。最高の俺が今、ニューニューしてるんだ。これはもう、本当に、これが最上のニューニュー。これがベストニューニュー。ね。ここまではうまくできた。間違いない。問題ない。ね。ここはもう、どうすりゃいいんだろうな。ここまでいける。でもこれ跳ねるんだよ。この壁見りゃわかるけどさ。勢い持ってぶつかるともう壁が跳ねちゃってさ。この辺まで一応氷はあるから。でも向こう行けないよ。どうすんだろうな。あっち行った後。教えてくれ。もうどうすりゃいいんだ、あれは。あの氷の滝は。陣地の限界超えてないか。もうマグネチ、今のね、今振り子のやつにさ、立ってなかったかなと思っちゃったんだよ。通ってねえかなと。そしたら立ってたんだよ。何か答えを見つけたいな。この
この先の答えが欲しい。なんか今すげえ泣きたくなってる。泣きたい、涙が今こぼれそうになった。何なんだろう、ニューニューは。ニューニューはもう俺にとってこれは心を壊しに来てるよ、多少なりとも。これはどうすりゃいいんだろうな、左しか考えられんけど。でこっちか、こうしかないぞ。来た、来てるのかこれは。よしよし、まだ先が続きそうなんだが。もうやだもうやだもうやだ、奮い立て、心を奮い立て、正せろ。で赤で、赤だな多分。またわけのわからんギミックが。まあ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 、まあ、そうでしょう、そうでしょうね。それは分かったよ、ちょっとそうだろうなっては思ったよ。これむず、難しすぎると思うんだな。まあ分かるよな、今のは分かる。あの弾んだ反動でさ、氷の面が弾んだ反動で向こうに行ったんだよ。もう おしまい。今日のニューニューはもうここまでですよ。もうすまん、そんな不甲斐ない俺で、こんな不甲斐ない俺でごめんな。いつか絶対クリアしてみせるから、次でクリアしてみせるから。また今度。